ティリポート。とにかく東京国際映画祭の作品を盛り上げるためには、まず知名度、そして認知度を高めることであると、国内外のクリエイターが東京を目指して作品を作り、そして出品し、その作品が国内外で評価され、そして映画ビジネスにも成功をもたらす。毎年名古屋で開催されている世界コスプレサミットと連携しまして、世界22の国と地域からコスプレトッププレイヤーが来日しまして、映画祭を盛り上げてくださいます。秋元康さんには、総合プロデューサーというような形でですね、いろんな面で、我々のお力になっていただいております。知恵を出していただいております。若い世代の方がきっと普段映画祭にはこう少し距離を感じてしまう方も多いと思うので、誰でも気軽に参加できるんだよということをこうどんどん PR して、若い世代で映画祭を盛り上げていけたらいいなと思っております。そして今回の映画祭のテーマの一つとしては、できるだけ若い方々、そうですね、そういう若い映画ファン層の創出というものがテーマに上がってますけど、我々は全世界を対象といたしまして、事業を実施しておりますけれども、特に、これからアジアが重要になるということで、新規に政府から大きな予算をいただきまして、アジアセンターというものを国際交流基金の中にこの4月に新設をいたしました。それからですね、映画人の交流という意味におきましても、アジアの映画人、ジャーナリストとか評論家とか、その他の映画関係者、あるいはバイヤー、セラー、こういうものをですね、数十円単位でこの映画祭に招聘する、そのお手伝いをさせていただきたいというふうに思っております。今年のこの交流をきっかけにして、日本映画を来年以降ですね、もっとアジアに紹介していくと、持っていくと、新しい上波級と、このあたりもみんな上映すると。そうですね、エヴァは全部入ってたですよね、はい、エヴァはテレビシリーズ全話上映ですか。はい、全話だったと思います。長いんですけど、最初まともなテレビのロボットアニメやってるのに、だんだん妙におかしくなってきて、観客が自分たちを見ているようなところまで相当挑戦的な作品になってました。いや、若かったですね。若かった、若かった。そう、そうかしら。30代じゃないとあんなことしませんよ。官民一体となって東京国際映画祭を盛り上げよう。そして日本の政府が抱えておりますクールジャパン、そして富士通ジャパン、これを東京国際映画祭の場で実現しようということでございます。ぜひ我々と一緒になって東京国際映画祭を盛り上げていただくことをお願いいたしまして、私の冒頭の挨拶とさせていただきます。どうも今日はありがとうございました。